ポケットモンスタースカーレットバイオレット11月18日に発売しました。で、そこからですね、ほぼ毎週のようにイベントが行われておりまして、現在行われているのはこちらデリバードのイベントで、それとは別にこちらエースバーンのイベントも控えておりますね。で、それプラステランピース氷50個プレゼントであったりとか、本当にね、多種多様なイベントであったりとか限定配布が日々行われているわけですが、それを踏まえた上で、これから最強ポケモン、こちらのイベントがおそらく継続的にやってくると思いますので、まあそれを踏まえた上で具体的にどういったポケモンが候補として上がってくるのか、そこについて話していきましょうか。で、まずですね、まあ最強のエースバーンっていうところで、まあ多分今後もですね、まあ最強シリーズっていう形で続いていくかと思いますが、その前はリザードンでした。で、合計ですね、2つの期間がございまして、で、エースバーンの場合は、12月30日金曜日から、2023年の1月2日、まあ年末年始かな。こちらの3日間出る予定になっておりまして、で、その次は、1月13日金曜日から、1月16日月曜日まで、こちらの期間開催予定となっています。で、そこでまあ予想になってくるんですが、1月20日金曜日、何のイベントがやってくるのかっていうところですね。まあ今のところリザードンとエースバーンが来ておりますので、まあそれを踏まえると、おそらくカメックス、不思議花、月光河、爆風、そしてバシャーモ、ミュウツー、レッグーザ、このいずれかの中からやってくる可能性が高いのかなっていうところですね。まず一般的にこちらのポケモンがですね、候補として挙げられている場合が多いと思うんですが、まずカメックスと不思議花に関しては、初代のポケモンっていうところで、まあリザードンつながりって感じかな。まあさすがに初代御三家のリザードン、まあこちらがやってきて、カメックスと不思議花がやってこないみたいな。まあ普通に考えると違和感がすごいあるからさ、まあやっぱりやってくる可能性が高いんじゃないかっていう話ですね。まあこれはね、日々予想されておりますが、まあカメックスと不思議花に関しては、まあ1月20日の金曜日にやってくるかどうかわからないけど、多分今後もですね、やってくる可能性はかなり高いんじゃないかなっていうところ、今のところはですね、最有力候補かなっていうところですね。あとは月光が、今のところリザードンエースバーンで来ておりまして、まあ歴代のポケモンの中でも人気ポケモンと呼ばれているこちらの2体のポケモンですが、で、その2体のポケモンを上回る人気、月光が持っておりますので、それを考えると、月光が年明け一発目の最強ポケモン、まあ厳密にはエースバーンが一発目なんだけど、まあ新たに発表されるポケモンとしては月光が一発目っていうところなので、まあそれを考えると普通にやってきてもおかしくないかなっていうところ、まあ発射台としてはね、非常に月光がいいんじゃないかなっていうところですね。ただ人気ポケモンがね、多分星7のレイドバトル最強ポケモンとしてやってくる可能性が高いと思うから、まあそういった意味だと、まあカメックス不思議花も可能性としては高いけど、ただ月光が来ても特に違和感はないかなっていうところですね。はい、まあそんな感じで、あと爆風とバシャーモっていうところで、こちらに関しては今のところですね、最強ポケモンがリザードン、エースバーン、まあ炎タイプと続いておりますので、まあそれの流れで爆風かなしはバシャーモがまあやってくる可能性が高いんじゃないかっていうところで、まあ特に爆風に関しては第2世代で、バシャーモに関しては第3世代っていうところで、まあリザードンとも距離が近いからさ、まあ順番的にはまあバシャーモ、爆風の線であったりとか、ないしは同じ御三家つながりでカメックス不思議花、まあこちらがやってくるみたいな、まあそういったことがですね、一般的に予想されております。ただまあ普通に考えると、そのロジックで言うと、バシャームがやってくると若干違和感あるから、まあ普通に考えると爆風がやってくるんじゃないかなっていうところですね。ただ、この爆風に関しては、まあ普通の姿なのか、それとも翡翠の姿なのか、まあそこがかなり気になるところではありますが、まあ普通に考えると普通の姿の爆風がまずはやってくるんじゃないかなっていうところですね。まあそんな感じでしょうか。で、あとは年越し、もしかすると、まあ年越しというか、まあ年明けということで、伝説ポケモンがこのあたりで
まあ、過去作の伝説ポケモン解禁ってなるんじゃないかっていうことも言われていて、まあ、特に噂ベースではありますが、ミュウツーであったりとか、レッグーザかな。で、レッグーザに関しては、公式の PV にも出ていたりとか、まあ、結構噂になっておりましたので、まあ、それを考えると、まあ、色違いのレッグーザなのか、まあ、普通の色のレッグーザなのか、そこについてはわかりませんけど、まあ、レッグーザもですね、もし仮に伝説ポケモンがやってくるんであれば、候補としては入ってくるのかなっていうところですね。いやーけど、ミュウツーとレッグーザ、ね、こちらかなり昔から話題となってますが、ただ伝説ポケモンのレートバトル、まあ、星7なのか、星8なのか、何しろ星6なのかわかりませんが、やってくるんだったらやっぱりこの2体のポケモンが有力候補ではあるよね。まあさすがにルギアとかホウオウがやってくるっていうことは、まず考えがたいからさ、一発目で。まあそれを考えるとやっぱりミュウツーであったりとか、伏線が張られているレッグーザの可能性が高いのかな。まあそういった形で今ですね、世間一般的には、これらのポケモンが候補として挙げられております。で、この7匹のポケモンなんですが、まあ可能性は高いんじゃないかな。あと大穴でミュウがやってくる可能性もあるけど、まあ可能性は低そうではあるので、まあとりあえずこれらの候補が今のところ自分もですね来る可能性が高いんじゃないかなと思ってます。もしよろしければ皆さんの予想だったりとか、あとは希望であったりとか、まあそういったところもですねコメント欄に気軽に書き込んでいただければ幸いです。ただリザードの次やね、俺カメックスが不思議花なしは両方やってくるんじゃないかと思っていたけど、ただエースバーンがやってくるとはな、ちょっとねそこは驚きではありましたが、ただまあヒントに関してはまあ年が関係してるのかなっていうところではありますが、ただエースバーンこのタイミングでぶっ込んでくるんだって感じですね。はい、ただやっぱそういったなんか流れでいくと月光がやってきてもおかしくないよな。はい、まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。ただとりあえず星7のレイドバトルに関しては一回きりではなくて、まあ、これからも継続的に行われていく可能性がエースバーンの発表によって高そうな感じがしましたので、まあ、かなりこちらに関しては期待できるんじゃないかなっていうところですね。ただやっぱりレッグーザがいいわっていう方が多いのかな。レッグーザ頼むぜみたいな。けどレッグーザに関してはイベントというかなんか限定配布がね、行われそうな感じがするけどね。まあ、例えば映画の限定配布とかどうでしょうか。ただなんかこういうレア系のポケモンはね、その可能性が高そうだからな。まだ予想はつくことね、できないんですが、どうでしょうか。まあ、とりあえず今日のところは一旦終わりましょうか。はい、ってことでチャンネル登録と高評価、最後にポチッとお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあのー。